はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がね、よりたくさんの方に届きますように願っております。はい、ちょっとね、気づいたんですけどね、隣のおっちゃんのいびきがね、昼間もすごいんですよ。まあ、昼間というか朝の10時半頃だったので、まあ、午前ですよね。朝寝ですよね、おっちゃんね。おっちゃん朝寝してます、昼寝じゃなくてね。まあ、新しい発見でしたね。というよりもまあね、でもね、さっきね、昼寝じゃなくて言ってたんですけどね、昼寝もすごいんですよ。昼寝のいびきのボリュームもね、すごいんですよ。まあね、僕が昼寝したくなって、こう、うとうと、うとうとしだしたらね、隣からぐわー、ぐわーあ、すいません。でね、そのおっちゃんのいびきがね、聞こえてくるんですよ、ほんまにね。寝るたびにそんな大声出したら声枯れるぜって思うんですけども、まあその隣のおっちゃんはね、まあ、起きてる時はすごい無口なんですよ。まあ、独り言をブツブツ言うようなこともないですし、テレビに話しかけることもないんで、まあ、というよりまあね、病室なんで、大部屋6人の部屋なんでね、まあ、今は3人ですけども、マナーを守って生活してますのでね、静かにされてますね。面会のお見舞いの人が来られてるときは、まあ、それなりにお話はされてますけどね、まあ、別に騒がしくする、こう、うるさくするわけでもありませんし、まあ、普通ですよ。まあ、そこもやっぱりマナーがね、たくさんありますので、マナーに反したときは看護師さんに、ね、こうつまみ出されるんでね、ナースステーションにより近い部屋に移動させられるシステムが発動してしまいますのでね、そのナースステーションにより近い部屋でね、入院されてる入院患者さんっていうのはね、まあ、大きくまとめるとですね、まあ、2種類ありまして、まずね、1つ目なんですけどね、他の入院患者さんに比べて要介助っていうのかな、まあ、つまり自分でできてたことができなく、ね、自分でできなくなっている状態の、まあ、人ですね、まあ、トイレ、お風呂、お着替えとかね、あと、まあ、まあ、こんな言い方しかできないんですけど、まあ、単純に、まあ、他の患者さんよりも、まあ、病気の状態が、まあ、重く深刻なと言いますか、まあ、そんな状態の患者さんなのですね。あとは、まあ、点滴の本数が多い人などが、まあ、このナースステーションにより近いお部屋で入院されています。もう一つはですね、状態は元気なんですけども、まあ、ちょっとやめときましょうか ね、まあ、大きく2つになって分けなくても別にいいです。一つでいいんですね。まあ、小学校の頃ね、授業中に先生の話を聞かずに騒ぎすぎて怒られてるお友達とかいたでしょう。まあ、そんなお友達はナースステーションの近くにね、連れて行かれると思っておいてください。まあ、そんな感じで思ってくれたら一番わかりやすいかなと思いますけども、あ、でもおったな。まあ、僕が、まあ、2018年の12月、まあ、年末までね、入院してた頃の話なんですけども、またそんなに寒くなかったから10月ぐらいやったかな。それはある日の夜中の2時頃のことでした。その時の同じ病室 の隣のおっちゃんと看護師さんのとの2人のね、出来事なんですけども、まあ、そのおっちゃんはね、今の僕みたいにこの鼻にね、チューブ、これチューブなんですけどね、鼻
鼻に不酸素のチューブをつけている状態でした。でトイレに行きたくなったんでしょうね、そのおっちゃんね、まあ、自分で酸素のチューブを酸素ボンベにね取り付け替えるのがちょっと難しくて困っていた、その夜中の2時頃にねナースコールを押して、看護師さんを呼んでトイレに行くと言って、看護師さんに酸素ボンベ搭載の車椅子を持ってきてもらってですね、あの酸素ボンベ搭載の車椅子って言ってすごい言い方今しましたけどね、普通の車椅子の後ろに酸素ボンベのボンベがそんなにつけてられるだけで、普通のどこにでもある車椅子のことですからね、そんなあのくれぐれも近未来の電気自動車並みのデザインとか想像しないでくださいね。何の話や、あそう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 、夜中にねナースコールを押して看護師さんを呼んでトイレに行くと言って、看護師さんに酸素ボンベ搭載の車椅子を持ってきてもらってトイレに行って帰ってきました。車椅子を押して一緒に帰ってきた看護師さんはねこう言いました、車椅子からベッドに移ってください。まあ、夜中なんでね小声で言いますよね。おっちゃんは言いました、しんどい手伝ってくれ。看護師さんは言いました、じゃあ両脇抱えるから立ってね、はい 1,2,3。 おっちゃんは言いました、ベッドの頭を上げてくれ。あのパラマウントベッドなんでね、リモコンでボタン一つでねベッドの高さやあのお布団の角度、あ敷布団ね、敷布団の角度をこうウィーッとこう変えれたりできる、あのすごいベッドなんですけども、そんなベッドがねあの病院全体 の, その入院の部屋にはあります。でまだこう言うんですよ、枕の位置をもうちょっとずらしてくれ。枕のポジショニングが気に入らなかったんでしょうね。布団をここまでかけてくれ。さすがにそれは子供かって僕も隣で思ってましたね。そしたらねこのようにたくさんといろいろとね連続して注文された看護師さんはねもうとうとう怒ってしまってねこう言ったんですよ、もうできることは自分でやってねって。そしたらおっちゃんも看護師さんの勢いにこう押されながらでも負けじとこう言いました、痛いんや。看護師さんは言いました、そんなことぐらい自分にやってもらうの困ります。おっちゃんは言いました、何でもやってくれたらええやないかい。これ夜中ですよきっと僕以外の同じね病室の入院患者さんも起きたでしょうね。まあね、そんなおっちゃんは次の日の朝10時にナースステーションの近くのお部屋にお引っ越しされましたそうなんですよ、つまみ出されたんですよねおっちゃんね。なんかねそうな、そんな人もこう連れて引っ越しされるんですよね。だから、まあ、まあ僕はそんなことになったことないんでわかんないですけども、そういう方もいるという感じですね。多分ここの病院だけやと思うんですけどね、病棟だけかもしれないですけど、まあだいたい看護師さんもみんな忙しいんでね、入院患者さんでもできるだけ自分のことは自分でやるようにっていうふうに言われてるんで、やっぱできへん人っていうのはやっぱ個室に入って本当に看護師さんが常に来る状態の、ね、人らやったら別に分かるんですけどもね、大部屋でそのおっちゃんも一人で行動できる、まあね、酸素がついてるうちはしゃあないですけども、ね、酸素もね明るい時間やったらこう入れ替えてって普通にすればできるだけのことなんでっていうのを見越して普通の部屋に入れてもらってるはずなんでね、まあでもそのおっちゃんもちょっと面倒くさかったのか分かんないですけどもきっと面倒くさかったんでしょうね。勝手が悪いと、ほんまにね人間って環境が変わるとすごいね生活に最初困るんでね、まあ僕はもう慣れましたけどね。生活云々よりももう病気の方がね当時はあの頃はしんどかったんで、そういうところじゃなかったんでね、それでもやっぱりできることは自分でやろうと
いう気持ちではいたんで、まあできましたけども、ね、音大ね、音大とか、まあ波風立てずに、波風なんかな、分からへんけど、まあそんな感じでね、立て、あんま立てずにね、穏やかに皆さんが平和に暮らせればいいかなと思っております。まあそんな感じでした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、この動画がね、よりたくさんの方に届くことを願っております。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。